外へ出てきたパーカー、これでジョーンズへ、これジョーンズジャンプショット、菅原テンバースショット、でも決めた、バルビー正面からメーターやってきました、ね、あーとでもパーカーを押してますね、はい、パーカー選手のファールですかね、スリーポイント返し、まあよく戻りましたね、はい、あ後ろから狙った、周りを見てジェフエアースリー、ああノーミポストアップ、もう一回五十嵐のところを攻める、空いたフローターオフェンスマンのジェフエアーズ、ノートスクリーンジョーンズ、スタートから五十嵐、スリーポイント五十嵐、このまま野本選手のプレッシャーいい形で継続できましたね、はい、ジョーンズパーカー中に入れた野本、あよく拾った、でカウントされて、あ大谷が最後行って、はい、山崎スリーもありますがステップアップから来た山崎亮、のみコービーパラスお返 し, した、これは岩井選手のギャンブル失敗した、もう一回のみスリー、はい、エアーズ残している、打ってどうかな、来たわ、あこれリムランで走ってる、ワイドオープン、のみ優斗オフェンスリバウンド、ジェフエアーズ形はやっぱり作ってます新潟で、これで返したい群馬、まあ、ガッコーパーカーテンバース取ったのは群馬、五十嵐ジョーンズスピード乗ったトレーション、やっぱ部が悪いっつってもスリーが入るとゲームになるというか、まあ今のバスケットってやっぱいかにスリーが大事かっていうことですよね、はい、ジョーンズショット、あ間に合いましたね、はい、追いついたバルビン、あいいカットだ、エンドゼン、いいタイミングで入りましたね、はい、守るかどうか、はい、ジョーンズバンクパス、バルビン、あ山崎なったスペース悪い、バルビンあと3秒打ってきた、これは決めた方が、はい、嫌われちゃいましたね、今季のホーム最終戦群馬クレインサンダーズ勝利で飾りました。